就職活動中の友人との会話で理解できなかったことがありました私はあまり給料に固執しておらず充実感を感じられる仕事に就きさえすればいいと思っていますしかしそれを聞いた大学の友人はそれは君が裕福な家庭で育ったからだと言われました確かに私は運良く恵まれた環境に生まれ幼稚園から大学まで私立にしか通ったことがありません <laughs> 幅立つ <laughs> 一方友人は奨学金で私立大学に通ってます私が給料に固執してないことと私が裕福な家 家庭で育ったことにはどのような因果関係があると思いますか貧乏な家に生まれるといつも選択肢がお金で狭まっていくじゃないですか将来どうしようかなっていう時に取れる範囲が狭まるよね例えばアメリカに留学してこんな資格取りたいとか海外に行ってっていう風なものもやっぱり家にお金がないとそれはできないかもしくはバイトをしてお金を貯めてからっていう一段間にワンステップ2年か3年ぐらい挟まなきゃいけなくなったりするお金がないっていうのはこういう選択肢が狭まるっていう ことなんだけどもそれはそれで選択肢が狭まった結果その選択肢の中で自分がやりたいことを目指すっていう応用力が上がっていくつまり考えるっていうことが日常化するわけでこれはこれでいいこと頭が良くなるからいいことなんですよラムネさんはね応用力を鍛えるとか考えるという訓練してないからどのような因果関係があるのかっていうのを自分で考えることができないので僕に聞いてるわけだよねだから多分友達に聞いたらまた世間知らずなことを言ってとかまた誰でもわかるようなことを聞いてっていうような目される と思うんですけど多分真剣によくわかんないだと思う他の人はそれがわかるのは 辛い思いをして分かったわけで <laughs> そんな辛い思いをしなければいいっていう考え方も成り立つわけだよねだから幸せっていうのはそういう頭脳の訓練をが必要じゃないぐらい恵まれてたという風うにも言えるからいやラムネさんは幸せでよかったと思うしラ,ラムネさんの友達はいやラムネさんより頭が良くなってよかったですねと僕は思いますこれを一般語に翻訳するとこれをこのまま言っちゃダメなんだけど私苦労してないからその辺分かってなかったなあなたすごいっていう風に友達に言って あげればいいいんじゃないでしょうかねこれまでは家庭の状況だけで苦労しなくて済んだんだけどもここから先家庭の状況以外の環境が増えると苦労増えると思うんでこう切り抜ける方法というのをいくつかもう